なんかこういうね、あの、パジャマ着るときもあるし、ジャージ着るときもあるし、なんだろう。裸のときもあるし、なんかね、すごいなんかね、ハイブリッドなんだよね、すごい。でもなんかその、いやらしい意味じゃなくて、でも、なんか、なんだっけ、夏でも長袖で寝た方がいいみたいな話もあるから。なんかね、夏はさ、やっぱ暑い日もあるじゃん。だから、なんか開放的になりたい時もあるんだけど、でもなんかそのダニとか飲みにこう、虫ばまれちゃうから、夏でも、なんか長袖がいいらしいよ。知らんけど。そう、長袖がいいらしい。むしゃむしゃされるんだって。そう。気をつけて。まあでも、嘘かもしれないから、調べて自分で。ちょっと、調べてほしい。夏でも、夏、長袖、寝るとき。あー、冷えによる血行不良が起こりにくく。あー、なほね。全然虫じゃなかったじゃん。誰虫って言ったの。あ、でもやっぱ冷えもあるよ、冷えも。そうそうそう、冷えもあるね。確かにでもね、温めた方がいいらしいね。夏でも冬でも、どっちでもね。うん。気をつけようね。Thank you guys! I love you!